ばんは。うん、拍手来てくれたのね、ありがとう。なんかみんな拍手来てくれた人が来てくれた、ありがとう。楽しかった広島で、ありがとうございます。気合に明日出航するんですよ、 ST48 号が。津田ちゃんこの炭酸目って買い明日から、そうですね、発表されてる日程は今のところ全部出るかな。ミラニスタ19号さん、ナナセンシルさん、クマさん、ありがとう。カズリ、明日 STU48 号が初めて出航するんですよ。ゴーゴーリトルバーズ公演が明日行われるんですよ。ヘイジンさん、双眼鏡とか全然いらんぐらいのレベルよ。全然そんな。ただニュースさん、今さっきお家に帰ったんですけど、私は多分まだ海の上にいる。まだゆらゆらしてる今日はなんかいつも割とだけど、今日は特に揺れがすごくって、船の上でこういろいろ歌ったりしててもすごい揺れてて、特に今日は。でだから今家に帰ってきたんだけど、陸に帰ってからしばらく時間経つんだけど、なんか多分まだ私海の上にいるんだと思うわ。まだゆらゆらしてるか。ゴーゴーリトルバーズ公園っていう公園の名前なんですよ。レアメン、何時間ぐらい？1日中。でもなんか本当に今まだ揺れてるんだけど、座ってたらそんな感じないかも。立ってるとおっとっとってなっちゃうけど、ならないように踏ん張ってる。ヒデポリガメンネイネイ、ニバナフォーエバーさん、クマさん、ありがとう、ありがとうございます。せんちゃん、ナナセンシズさん、ハヤト、ヒデポン、ありがとう。そうに、うん、とりあえず明日は公演は夕方。カオタルさんもまだ揺れてるでさっき言うのウケる。そうなの、私も今まだ揺れてるんですよ。どうだろう、なんか結構なんか私は車酔いとかはあんまりしないタイプなんじゃけど、結構今日は揺れるなーって思ったから、めっちゃ乗り物酔いする人は飲んでた方がいいかもしんないね、酔い止めとか。ひでぽん、いいっせ。なんかどうなんだろう、分からんけど、座ることがなくって、自分はさずっと踊ってるわけだからさ、ずっと公演やってるから、今日も何回も通したんだけど、
自分はやってる側だから立ってる人の気持ちしか分かんないけど、座ってたらあんまり感じないんじゃないかなとは思う。揺れてる揺れてる、まだ揺れてる、本当に揺れてるの。あ、マジで揺れてるの、地面が。まだ海なの私は。全劇場でしてよ、劇場の完成が遅れた期間最長。でも全劇場の中で一番素敵な劇場な気がする。どこの劇場にもいいところはたくさんあるけど、STU48 号にもいいところはたくさんあります。すごくすごくすごく素敵な最高な劇場ですよ STU48 号は。ひろくんさん、リガメをひろくん、明日1時半からショールームやるの？そうなの？え、じゃあみんなショールームもぜひチェックしてね。1時半から STU 全体でやるのかな。 DTB はそう、最初無料期間があるらしいけん、あのみんなでぜひ初日公演だけでも見てね。セリフ飲食店あるの？周りにですか？それだよ、ロマンが詰まってるんだよ STU48 号には。ロマンが詰まってる。歴史的な日になる、間違いない。それは間違いないよ。STU カフェってついてるの、なんかネタバレになるからあんまり劇場のことについてはまあ明日ね、みんな見てから、それまではちょっとシーンにしときます。いちごに砂糖つけてる。カメレオンさん、ゆらゆらしてる。普段なんかどんな感じかめっちゃ気になる。気になるっしょ。すごいんだからね、ほんと。楽しみにしててね。TSN で生中継？え？明日の広島のテレビで？マイナーなションブリエさん、くまさん、ありがとうございます。おいしたい気分、おお楽しみやんな。アルコール禁止がアンコール禁止に見えて、アンコール禁止って思った、今びっくりした。探検はあんまりできてないかな、うん、その楽屋とステージ上。あつみさんありがとう。 ST のゆらりんことゆらあかりです。マジですごいよ、いろいろと。なんかすごいところがいっぱいありすぎて、何からすごい、何から言えばいいのか分かんないけど、とにかくすごいんだよ。本当にすごいんだよ。明日、明日本当にすごい日になるよ。菜の花ありがとう。看板にもファンの人多分立てるんじゃないかな、多分。どうなんやろ。そうなんですよ、あのかのんさんと一緒に出ることが今までなくって、っていうのも、まあそう、最初の頃は出てたんですけど、あの今回の陸上公演はずっとかのんさんのところだったので、自分はカノンさんと一緒に公演出ることがなかったのですごい嬉しいです。一番、え、そうなの、カノンさんとね、めっちゃ喋るんですよ。めっちゃめっちゃ仲いいと私は思ってるんですよ、カノンさんと。でねでもこの間カノンさんになんか、いつもドラフト生と写真撮るときにいつもゆらちゃんだけいないみたいな、だからゆらちゃんとの写真全然ないから撮ろうって
でも確かにカノンさんのブログ見たらドラフト生3人とカノンさんの写真ばっかりで、私いなくって、私なんなへーと思って。でもすごいめっちゃ仲良しですよ。ドラフト生なんかだったら一番喋ってるって言ってくれた。船の見学っていうか、もう船でずっとリハしてますよ。マサさんありがとう。クマさん、そうなの、ユニットってどうなんだろうね。なんかうちらスタジオ面っていうか、まあ、みんなだと思うけど、スタジオ面的にはまだやりたいよねっていう話にはなってるけど、一応船ができるまでの間は課外活動としてっていう話だったから、ユニットはどうなるんだろうね。なんかでも緊張っていうよりかは興奮、うわーってなってます今すごく、うわーって。なんかでもリハーサルとかでこう一回終わるたびにここまでなんかうわーっていうのがこみ上げてくる感じ、なんか泣きそうになる毎回、ありがとうございましたって思う、リハが終わるたびに。でみちゅさんと話してたけど、今日なんかねずみさん大好きなんですよ私ね。今日がねずみさんの最後のあのお稽古で、あの今までめっちゃたくさんの時間をねずみさんにあのレッスンしていただいてたんですよ STA メンバーは。ねすごくなんかショールームイベントと重なってたり握手会と重なってたりとかで、もうすっごく大変な時もあって、もう無理って思った時もあったんですけど、逃げずにこう頑張ってきて、すごく私自身すごく大きくなれたんじゃないかなって思うし、だから明日の公演ではこう一つ成長した私を皆さんにお見せすることができたらいいなって思ってて、もうネズミさんがすごいあの大好きなんですよ私。でなんかこう一人一人のことをすごくちゃんと見てくださって、そうでいつもリハーサルが終わった後にネズミさんのところに行ってこうおしゃべりしに行くんですけど、なんかもう今日それ行って、あなんかもう最後なのかと思って、あんなにやってきたねずみさんのお稽古っていうかこう指導していただけるのも今日が最後なのかと思うと、なんか明日は見てくださるらしいんですけど、もうレッスンすることはないから君たちとはって言ってて、と思ってすごい寂しいなって思って、リピコすごいなんか寂しいなって思いました。ねずみさんすごい優しくていい人ですよ、すごくみんなのことを見てくれて、こう確かにこうなんて言うんだろう、でも愛があるから指導にも、すごく私はねずみさんのおかげで一回り大きくなったって言ったらデブになったみたいだけど、一つ大きくなれた気がしてるのですごく感謝してます。だから本当に今日最後なのが寂しくって、ねずみさん最後なの寂しいと思って、そうなんかねもう寂しい、ずっとこれからも結婚してくださいって言ったらもうしないよって言われちゃった。カズさん
まあすごくありがたい経験をネズミさんにさせていただいたなと。だから明日は、まあ、2年半お待たせしたファンの皆さん、あ、もちろんこう今まで一緒に船を作るために頑張ってきたスタッフさんや、こうやって演出してくださったネズミさんや、一緒に死ぬほど頑張ったメンバーたちと一緒に素敵な初日を迎えることができたらいいなっていう気持ちです。おやすみね。でもすごくみんなから愛される場所になるであろう STU48 号のね、記念すべき初日のメンバーに選ばれてすごく嬉しいです。あの、なんでだろう、私は今まで自分の衣装がなくって、いつもあの他のメンバーさんの衣装を借りて公演に出てたんですけど、自分の衣装を作ってもらえて、自分の名前が衣装にこう書かれてて、私のにぴったりの衣装ができてた時にすごくなんか、あ、私ってちゃんと公演のメンバーになれたんだなっていうのをすごく実感して、なんか嬉しく思いましたね。ポッピランさん、クマさん、ありがとうございます。ピコ、なんかすごく今ワクワクした気持ちで、びっくりすると思うよみんな。明日を迎えたらみんなもっと STU のことが好きになってくれてるといいな。いや本当にすごく素敵な公演だと思う。私はポピュラーさん、そう、メールにはちょっとちらっと書いたんですけど、こう、私は今まで STU に入ってから全然公演に出れてなくって、でも歌って踊ることが生きがいで、なんかこのリハーサル期間も毎日何回も公演を通してすごく疲れてるはずなんですけど、体力的にはもうすっごく楽しくって、毎回死ぬほど全力でリハーサルやるのがすっごい楽しくて、私って全身全霊でパフォーマンスするのが本当に生きがいなんだなっていうのを最近また感じて、でも STU に入ってからは全然そういう機会がなかったので、公演に出たくても出れなかったし、ずっと悔しい思いをしてずっと出たい出たいって思ってたので、なんだろう、こう今回たくさんお稽古をしてもらって、そのお稽古の確定でこうメンバーを選んでいただいたんですけど、なんかもう最初に決めてたのはやっぱり絶対に自分で掴めるチャンスだったので、初日公演は頑張ったらチャンスがあるっていうことだったから、まあ、チャンスがないって分かってても頑張るけど頑張るけど、やっぱりチャンスがあるってさ分かってるとさ、こう絶対掴みに行きたいなって思うと思うんですよみんな。でもその思いが特に私は、STU の中でも一番強かったんじゃないかなって自分ですごく思ってて、みんなすごい強かったし、でもなんか私は本当に STU になってからずっと悔しい思いしかしてこなかった。ほとんど公演に関しては特にすごく出たかったし、公演にでも出れない日々がずっと続いててすごく悲しくって、それがだから今回頑張ったら初日公演のメンバーになれるって聞いた時はもう絶対誰よりも頑張ろうっていう気持ちで頑張ったから、今は胸張ってなんか頑張ったって言えるぐらいすごい頑張れたんじゃないかなって自分では思ってる。後悔ないぐらい頑張れたから、なんかレッスンでは死ぬ気で頑張って家に帰ってからもうぶっ倒れてたんですけど、だからショールームとかもあんまりできなくて申し訳なかったんですけど、でもなんかそれで初日メンバーに選ばれて、ネズミさんからこうありがたい言葉もいくつもいただいてってなった時に、
すごいなんか頑張ってよかったなって思ったし、そう嬉しかったんですよ。鍋鍋ありがとう。だからまあ今回はすごく私は全身全霊でパフォーマンスをするので、なんかそれを見てもらいたいな、一番に見てもらいたいな、やっぱりファンの方なので。今までずっとお待たせしてしまった分、でも私がこうやって全然活躍もできてないしお待たせばっかりしてるのに、ファンの方はずっと変わらず応援してくれて、むしろどん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 強い気持ちで応援してくださってたから、こうやって一つこうみんなが頑張れって言ってくれることで腐らずに頑張ることができて結果を残すことができたので、やっぱりそれはファンのみんなに一番に見てもらいたい。そう、メールでちょっとあんまりそんなちゃんとしたメールはなんか基本くんないんだけど、今日はちょっとなんか朝から気合い入れるためにそのメールを打ちました。明日の公演はね、配信もあるのでぜひ本当に絶対絶対見てもらいたいです。明日からは新しい STU48 の始まりです。すっごく素敵な劇場をいただきました。なんかでもそれぞれいろいろこう思うことはあると思うし、みんなそれぞれいろいろな思いを抱えながらも初日を迎えるんですけど、いろいろな思いがあるけど、そうだね、私は今素直に頑張ろうっていう気持ちです。しんちさん、明日初公開だよ。明日の気持ちを一言で言うと、それは明日にならんとわからんな。なんかもうこういう感動的な話でなんか終わっちゃうとみんなが枕を濡らしちゃいそうだから、まあ、最後にぶっ込み話をすると、まあやっぱ DJ ランさんがすごい今ちょっと話題になってるので、 DJ ランさんについてちょっと語ろうかな。最後、最近巷で有名な DJ ランさん、皆さんご存知でしょうか。最近ですね、 STU48 のメンバーがですね、こうリハーサル終わりにこうバスに乗ってるとですね、まあ夜だからバスの運転手が気を使って寝るメンバーのために電気を暗くしてくださるんですけど、 ST48 のバスはですね、その電気が暗くなってからが本番なんですよ。だいたい電気が暗くなってくるとですね、 DJ ラーさんがね元気になっちゃうんですよ。逆に元気になっちゃうんですよね。でとても嬉しいことにですね、私もユラーなんですよ。ユラーなので結構変にですね、私も巻き添えを食らったりしているんですけど、まあやっぱり STU で良かったなと思いますね。面白いです、すごく。動画撮ったんだけどね、なんかもう本当にテンションがすごくってもうこんなんなんですよ。本
当にずっとこんなんで、あのさっきさせない DJ ラーさんが、こんなずっとこんな感じなんですよ。なんかあげ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 みたいな。みんな公演のね練習をね朝から夜までずっとやって、帰りのバスで暗くなってさあ寝ようって時に始まるのがね、あの ST48 もう帰りのバス恒例になりつつある DJ ラーさんなんですよね。まあ、DJ ラーさんまだあのまだファンがお父さんとお母さんとおばあちゃんしかいないらしいので、まあ、あの子さんになるためにはね、もう皆さんそろそろ早めに始めておいた方がいいと思いますよ。 DJ ラーさん、マサさんありがとう、ポピナ、そうなんか3人だけらしいんですよまだファンが。そうでも最近5人に増えたけどまた今日4人に減ったわとか言うてましたから、皆さんぜひね早めに DJ ラーさんの方もチェックお願いします。そう菅原ラーだからラーさんの DJ ラーなんです。でも今日は奈々さんがあのねいらっしゃったから、あのラーさんが調子に乗っちゃって、あの DJ ダーがいるよって言って、奈々さんも今日はバスの中で巻き添えを食らっていました。もうでもあの面白いのがその帰りのバスの暗いところじゃないと DJ ラーさん出てこなくって、普段の明るい楽屋だとあの DJ ラーさん出てこないんですよ。そうだからまあ皆さんの前に現れることはないかもしれないのであれなんですけど、また DJ ラーさんなんか新曲出すとかなったらご報告します。ついたらまたがっつりカラオケします。そうなんですよ、なんか言ったら今はラーじゃないからさっきだからって言います。ラーさんホッピーそう本当に面白い、せなんか女の子せイエーイイエーみたいなノリをずっと帰りのバスでやってます。そして、私は明日朝5時過ぎに起きるので、ちょっとあと15分なんだけど早めに切り上げてパッとお風呂に入ろうかなと思います。うん、もうラーって調べたら古代エジプトのなんかやつが出てくるんですよ。うん、それを今日バスの中で調べて盛り上がった。アーナちゃん、そう明日早いんだよ。でも最近本当にいろいろとなんか勉強も頑張ってて、今頑張ってるわけでもないんだけど、こう初日公演出れるって決まる前になんか今のままじゃダメだなと思って、何かもう一つ頑張ることを決めようと思って、勉強を頑張ろうと思って勉強も今頑張ってて、だからか分かんないんですけど、私あんなに朝が超苦手だったのに今朝がすっごい得意なんですよ。寝落ちしても朝の7時に目が覚めるし、毎日朝の7時とか6時とかにあの目が全然あの起きれるようになって、で今まですごい「あやばいもうこんな時間でも」とかしょっちゅうだったのに、本当にここ2ヶ月くらいでそれも全くなくなって、なんか本当に今いい感じなんですよ。その代わり寝るのが早くなった。
寝るのが早くなった。今まで2時ぐらいまで寝れなかったのが、もう11時にはもう眠たい無理だって力つけて、いつもなんか寝落ちとかしちゃってるけど、そのぐらい力つけるまでリハーサルで全身全霊で踊れてるのがなんか面白い。パックさん、今めちゃくちゃ眠たい本当に寝ていいよって言われたらもう秒で寝れるぐらい眠たいんだけど、興奮してるのもあって、そう昨日は寝落ちしてたの、でも今日は7時前に目が覚めた。パックさん全然無理はしてないの、むしろ今すっごく楽しいです。やっぱり歌って踊ることが本当に好きなんだなって自分は思います。もうずっと一生公演だけ出てたい本当に、もう他はもう何もしたくない、もう公演にめっちゃ出たいっていう衝動に今超駆られてて、一日に何回も投資をするけど毎回毎回本当に楽しくって、そう声見てたらすごいです、本当嬉しい。でもすごくなんかこうキングさんとかにもなんかゆらちゃんがあんまりこうしっかりしてるところ見たことがないからみたいな、いつもふわふわゆらゆらってしてるから公演見てなんか別人すぎてマジでビビったんだけどみたいなのをすごい言われて、大人の方にもへへっていや今と全然違うじゃんみたいな言われるまあそんなギャップも皆さんにお見せできたらいいなと。ということで、そうこの期間でいろんな人と仲良くなったんですよ。ネズミさんともすごい仲良くさせてもらってるし、ネズミさんはもちろんダンスの先生ともこの期間にもっと、もともとすごい私がね好きでね、こうめちゃめちゃダンスの先生のことが好きすぎて尊敬してるんですけど、この期間で特にもっと仲良くなれたし、ダンスの先生ともメンバーとももっと仲良くなれたし、いろいろな大人の方もこうやってこう見に来てくださったりするんですよ、リハーサルとかを。そういった方とかにもゆらちゃんいいねみたいな感じで言っていただいて、こういろんな方と関わることができて今すごく楽しいです。ちひろくんさん、明日は皆さんぜひ公演を見てくださいということで、ちょっと早いんですけどもう眠気がピーク&明日も5時過ぎには起きるので、ちょっとショールーム終わります。皆さん短い時間しかできなくてごめんね、でも来てくれてありがとう。前日にみんなに会えてとかみんなと話せてよかったです。似てますか。もうそうだね、基本ずっと船の上ではずっとほぼみちゅさんとかいることが多いかな、2人で。ということで配信終わります。 STU48 号出港まであと何時間か何時間見ます。
13位しんいちさん、12位カメレオンさん、11位マサと岡山さん、あと公演出演おめでとう水曜日見届けます。10位七千シーズさん、あとダブルアカリン神吉、9位ヒョウアットメリーポピンズ全吉さん、8位まーちゃん、7位ゆらゆらさん、6位マイナーナソムリエさん、5位なべなべ、そして4位は伝説のヒデポン、あと明日初日公演頑張って配信楽しみすぎるよ、そして3位が仕事で出向できないショウヤ、2位がリガンミョウ、そして1位はポピュラーさんでした。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。あ、ですね、そうショールームとかはあんまりできてないんですけど、メールは本当に4月に入って毎日、メールじゃないや、メールもだけど、あの七並べはね4月に入って毎日やってて、今150位ぐらいなので、まあ、今月は100位以内を目指して頑張りますので、七並べの方も皆さん一緒に頑張ってくださると嬉しいです。ということで、また明日いろんなところでお会いしましょう。